突然ですが、SCP に関する一問一答を始めます。いつでもどうぞ。予測不能であるか、確実な数理コメ手段が十分に判明していない SCP を示す基本的なオブジェクトクラス。ルークビット。悪ふざけが露呈したものや、標準的な科学知識で十分解明されたもの、もはや封じ込めが不可能なほど広く蔓延してしまった SCP のサブクラス。エクスプレインド。破壊されたか、異常性がなくなった SCP のサブクラスです。ニュートラライズド。個人の記憶喪失を促すための薬品や手段、早期のこと。記憶処理。知っている、ということが危険をもたらす SCP を指す。認識災害と異なり、単にそれらについて誰かと話すだけで拡散していく。インフォハザード。財団の戦略行動を利用、重要と考えられ、いかなる状況下でも会議に直接接触することが許可されない職員。エイクラス職員。市街地での活動に特化した部隊、SCP-408JP などの対処に投入された。機動部隊に、8、地域猫。代表的なものとして、SCP-345JP が収容されている。同時に SCP-040JP の大規模収容違反が発生した財団施設。サイト、8120。VLS を搭載しており、オーカビン散布装置をサムの弾頭に用いている。SCP-058JP の収容任務のため重要な区画は機密構造となっている。護衛艦赤島。SCP-359JP を構成する未知の菌類の生育に適した環境を維持するユニット。特殊生物飼育ユニット。以上です。お疲れ様でした。